はいどうも、ミニマリストたけるです。本日の動画ではナミオレさんの生活費紹介と貯金節約生活についてお話をお伺いしたいと思います。それでは自己紹介お願いします。はい、はじめまして、ナミオレと申します。ブログから始めまして、今はツイッターですとかインスタグラム、 YouTube の方で少ないものとお金で楽しく暮らすをコンセプトに情報発信をしています。はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで、多分ナミオレさんご存知の方も結構いらっしゃると思うんですが、結構お金関係の発信をされていて、一番インスタがフォロワーが多いっていう。そうですね、今はそうなってますね。フォロワーがインスタが6万人ぐらいで、 YouTube どれぐらいですか？ちょうどこの前1万人に。おー、なるほど、と、はい、いうことですね。はい、ありがとうございます。ぜひ概要欄にね、それぞれ SNS のリンク貼ってありますので、興味ある方はチェックしてほしいなと思います。で、今回の動画は生活費紹介と、あと節約とか、あと貯金とか貯蓄のことをいろいろインタビューしたいと思いますので、改めてお願いします。お願いします。では早速、生活費紹介ということで、今と昔の生活費をちょっと比較していこうと思うんですけど、2017年と2022年というので比較したいと思うんです。2017年はご結婚はされて？されてないです。ないですね。お一人暮らしの時のっていう感じですね。はい、です。はい、でお家賃から見ていくと、以前は4万5千円で今3万2千円ということで、この辺はどういうふうに変化があったんですか？これは、2017年、多分社会人2、3年目くらい、で一番僕もともと営業の仕事をしてて、それが辛くてお金を貯めようと思ったんですけど、なんで、家賃だけは将来の不安があって抑えてたんですけど、それでも使ってたっていうのがちょうど2017年ですね。はい、でどのタイミングでこの3万2000円のお部屋に？これが今結婚してからですけど、家賃自体は今妻の会社の家賃補助ですね。なるほど、はい、っていうのもあって安くなったと。そうですね、金額自体は。そうですね、なんかお引越しする時とかに、なんか奥さんとよく話されたこととかありますか？間取り、広さとか家賃とか。広さは特にないんですけど、その元々家賃補助、転職、妻の転職で家賃補助を狙ったっていうのもあって、こう家賃ってやっぱ大きいじゃないですか。大きいですね。なのでこう広く、できるだけ選択肢を広く持った上の一つが、じゃあ家賃補助のある会社に転職するのも一つ手だね。なるほど、そこを抑えたっていうところですね。ということですね、ありがとうございます。で続いて奨学金ということで、これ1万5000円で変わりなくなんですけど、これはナミオレさんの奨学金？これはそうです、私のです。お、なるほど。ここはあれですね、そのファイヤーしたとて、一応継続して払ってるみたいな。そうですね、これは、無利子っていうのがあるんで、あえて返す、理由がないからってことですね。焦って返済する理由もないし、運用した方がやっぱいいので、利子もないので、はい、ありがとうございます。固定費は以上っていう感じで。そうですね、はい、で変動費に参りたいと思います。通信費が5000円ということで、この辺はなんか節約を意識されたりとかありますか？これはしてます。お、例えば今してるのはWi-Fi とか光回線を今持ってなくて、なんで今私が楽天モバイル、で妻がマイネオ、で私の楽天モバイルの使い放題をこうテザリングで使っているような。なるほど。普通だったら Wi-Fi とか持ってくるんですか？それそこまでの必要性がないんで、じゃあもう一人の使って、そうです、スマホので、家ではパソコンを使ったりやってますね。ことですね。全然その、発信活動されてるじゃないですか。なんか通信スピードが遅いというか、それは大丈夫そうなんですか？よっぽど問題ないと思いますけどね。わかりました。むしろちょっと通信は遅いくらいでちょうどいいかなって、依存しちゃうんで、やっぱり。確かに確かに、そういうメリットもあるよと。そうです、そうです。ということで、ありがとう。ありがとうございます。続いて光熱費に関しては、以前が8000円で今1万円ということで、お二人暮らしにしたらすごいお安い感じはしますけど、これご夫婦で節約意識してることとか、これはありますか？特別はないんですけど、でもそのなんていうんですか、家電とかがやっぱ多いとその分かかるじゃないですか。確かに確かに。なんで家電をそもそも持たなかったり、LED にしたりとか、基本的なことの積み重ねで、意外とそれで結構いくんですよね。っていうことですね。はい、で続いて食費に関しては以前3万円で今が2万円ということですが、この辺はなんか意識変えたこととか節約してることとかありますか？これはありますね。今独身時代の時はずっと外食だった、あ、なるほど、ずっと外食お金だったんですけど、今はもうほぼ外食もしないんで、自炊、全部自炊ですね。奥様が作られることが多い。あ、これは僕が全部作ってますね。すごいですね。妻が会社でフルタイムで働いてて、私が逆に今自分でやってるんで、その辺のバランスですね。そういうことですね。今はそういう風にしているっていう。なるほど。お料理はもともとお好きというか、お得意だったりとか？これは勉強しましたね。あ、そうなんですね。はい、これはその節約の一環というか。あ、なるほど。そうですね。節約しなきゃっていうところでね。そうですね、はい。お料理の勉強をされたということで、で日用品に関しては以前2000円、今4000円ということで、この辺はどうですか？ここも、そんなにめちゃくちゃは意識はしてないですけど、やっぱいらないものは基本的にいらないですよね。そこはやっぱ妻
とも話して、まあ、必要最低限のもので暮らすみたいな、うん、そうですよね、無制限ですもんね、まあ、キリがないですからね、はい、そこは何よりさんもなんかそのミニマリスト生活を送っていく上でやっぱ物に関する支出はだいぶ減ったっていう感じですか、うん、ですね、うん、そうですね、なるほど。で続いて交際費とか娯楽ですね、うん、以前8万円で結構かかってますけど、うんはい、今4万円ということでこの辺はどういった変化があったんですか。ここはまあ、2017年との比較をしてますけど、まあ、この時が一番仕事のピークがあった時で、もう相当飲み会とか、まあ、服は違うか、はいはい、そう、まあ、飲み会とかでもうものすごい使ってましたね、ストレス発散でっていうことですね。今ではどんな感じの支出に変わったんですか。今は、まあ、4万円となってるんですけども、この中に本当に何ですか、単発の支出とかも全部ひっくるめて妻と合算時の4万なので、まあ、実質ほとんどそんなに使って、まあ、カフェに行くくらい、ね、ああなるほど、まあ、ちょっとした娯楽というか奥さんとのまあデート代というか、ですということです ね、 ですね。なるほど。続いて洋服とか美容系で以前2万円、今1万円というふうになっておりますが、はい、この辺はどういった変化がありましたか。ここも、はい、まあ、独身時代の時はもうストレス発散ですよね、うん、なるほど、服の買い物、はいはいはい、で今はもう私はもうほぼ美容とか使ってないんで、まあ、1万円ってなってるのは妻の分の、まあ、美容、まあ、会社員ですので、まあ、それなりに見ないとかはあるんで、まあ必要ですもんね、まあ、その分があるっていう感じですね。え、何よりさんすごいお肌綺麗ですけど特に何もしてないんですかありがとうございます。何もしてないです、ね、あ、そうなんですねバシャバシャと。え、もう全然この辺は削っても大丈夫だったってことですか。あ、もう僕は全然全くもう服も買わない、買い替えくらいですよね。っていうことです。普段お洋服はなんかユニクロとかですか。これは、はい、まあでもまあでも好きな服、まあ、安いですけどね、はいはいはい、今着てるのも1500円ぐらい、なるほど、まあ、そこもこだわりなくっていうことですかね、うん、まあ、でも好きなものを着るっていうことですね。好きなものを着るっていう感じで、うん、はい、ありがとうございます。続いて自己投資や書籍代が以前ゼロ、うん、今3000円というふうになっておりますが、ここは独身時代の時はそんなこと考えてなかったですね、うん、自己投資で今も考えてはいるんですけど、うん、基本的には図書館で借りたり、まあ、YouTube で勉強したり、でたまに読みたい本があった時に買う分が、まあ、3000円とかそのぐらいかなって。なるほどなるほど、っていうことですね、はいはい、で以上で生活費紹介終わりなんですけど、合計をちょっと見ていきたくて、まあ、以前2017年は合計お一人で20万5000円ということ で、うんうん、でね、今現在は夫婦2人で14万いかないぐらい、13万9000円というふうになっておりますが、だいぶ節約になった感じで。そうですね、はい、なんかどれが一番節約効果としては大きかったなみたいななんかありますか。まあ、全体ですよね、結局節約って。多分まずは多分住まいからって、住まい家賃を抑えられればそれに紐づいてこう全部なってくるんで、うんうん、なるほどなるほど、っていうことですね、うん、まあ、今でもご夫婦で14万円ということは、まあ、お一人当たりで7万円ぐらいってことですもんね。ですね。かなり激安ですよね。かなり激安ですね今は、はい、それこそ、まあ、後ほどね話題にも取り上げますけど、まあ、資産がね、まあ、十分あるじゃないですか、うんうん、なんか、まあ、ぶっちゃけもうちょっと生活水準上げても問題ないけどそこはなんか、まあ、抑えるというか今のその生活水準で、まあ、楽しめてるなんか秘訣というか理由とかはありますか。うんうん、まあ、基本的にはもう節約してるっていう感覚はなくて、ないんですね、でない段階で無理に使う必要性もないじゃないですか。うんうん、確かに無理に今で楽しんだから別に何というか変わらずっていう感じですね。はいはいはい、っていうことですね、はい。ありがとうございます。ではでは、生活費紹介は以上になりまして、まあ、続いていろいろお金に関する、ね、ご質問もちょっとしていきたいと思います。では、もう何俺さんも、ね、SNS でよく発信されてると思いますが、現在の資産額とかも差し支えない範囲でちょっとご公表いただけたらと思います。今はだいたい4000万円くらいですね。ということです。これはもう世帯でっていう感じ。これは世帯です。おお、ということですね。はい、もうそれはもう長いこともうご夫婦でコツコツと貯蓄してってここまで貯めたみたいな。これは、まあ、合算ですね、うんうん、まあ、私と妻の独身時代の合算と、はい、まあ、当然2人で貯めた分っていうのが。っていうことですね。実際どれぐらいの期間で貯められたのかっていうのはいかがですか。どうなんですかね、はい、まあ、でも社会人になってからなんで、あ、じゃあもうそっからコツコツと。そうですね、はい、で実際あのご結婚される時とかからもやっぱ奥さんとよく話し合ってやっぱ貯金はしたいよねみたいな感じですか、うんうんうん、それはしましたね。結婚前から話はたくさんしましたね。ことですね。それこそ何俺さんがもう本を仕入れてガチでなんか節約しようというかガチで貯蓄してやろうみたいななんかありましたか。もうそれはずっとそういうのはなく一定ですか、モチベーションとかは。モチベーション、まあ、もともと結婚する前から、うんうんうん、まあ、こういう風に暮らしたいよねっていうところをすごい長い期間話し合ってたんで、まあそれを実現するためにはやっぱある程度お金って必要だよねっていう共通認識があったんで。あ、そうなんですね、うん、まあ、そんなにそうですね、足並み揃ってって感じですね。なるほど、はい、ありがとうございます。え、ちなみにその奥様もじゃあ割と貯金体質だったっていう感じですか。いやでもないんですよね。まあ、何よりさんに影響されてる部分もある。基本的にはお金に関しては合わせてくれてる部分が多い、なるほど。ただまあ引っ張ってるっていうよりは2人でやっぱりなぜお金を貯めるのかっていうところ
ところが大事だと思うんで、そこの話はして、まあ、実務的なところは、まあ、多分私にはしてくれてる部分がありますね。でもご夫婦で、まあ、共通認識というか、まあ、ゴールだったりとか目的をしっかりとシェアしておくっていうのは結構大事っていう。いや本当にそれが全てだと思います。はい、ありがとうございます。続いて、ご夫婦で月13万円で暮らせる秘訣は何だと思いますかということで、いかがでしょう。これは、はい、もう楽しむことですよね、その生活を。結局終わりがないですからね、欲望というか、まあ、そうですね、はい、それこそなんか何おれさんご自身は普段の生活で、まあ、一番何が楽しいというか何の時間が楽しいみたいなのってあったりとかしますか。もう私はもうほとんど欲がないので、はい、まあ、今こう発信活動自体がまず一つ大きな趣味になっていますし、はい、まあ、あと料理が好きになっているので、なるほど、まあ、料理が節約と、まあ、自己表現みたいな一面もあるんで、まあ、なんてほとんどお金がかからないんですね、こう自分が楽しいなって思うことに対して。お金がいらない生活に、まあ、してきたというか、なったというか。そこら辺はやっぱ試行錯誤したんですか。お金かからなくても生活が楽しめるようにみたいな。そこはしましたね、そこはしました。なるほどということですね、はい、ありがとうございます、うん、では続いてなんですけども、今金融資産は現在何を持っているのかみたいな、まあ、現在の資産状況的なものも聞けたらいいなと思ってるんですけど、実際どうですか内訳的には。これは、はい、現金が生活費の1年分、と、はい、あとほとんどはもうあれですね、米国株のインデックスファンドですね。なんか米国株に着目した理由とかはあるんですか。これはあれですね、どの本を読んでも、まあ、もうそうだと言われてたから、ね、まあ、いろんな本を読んで結構読んだんですよ。デイトレードとか、はいはい、個別株とかいろいろな本を読んで、まあ、その中でやっぱ自分に合っていそうなのが米国のインデックスファンドだったっていう。なるほど、っていうことですね、はい、もう現金かもう米国のインデックスファンドみたいな感じ、ね、そうです。あとちょっとだけ後輩とかアメリカの後輩とかもありますけど、まあ、もう今はやってないですね、っていうことですね、ありがとうございます。では続いてなんですけども、生活費ね、先ほど現金で1年分ぐらいご用意されてるっていうことだったんですその何か理由とかみたいなのってありますか。これはリスクは多めに取ろうっていう方針で、まあ、というのも共働きなんで、ある程度リスクは取っても大丈夫でしょっていう考え方ですね。なので半年分とかでも本当はいいんですけど、一応1年分ということですね、はい、ありがとうございます。では続いてなんですけども、何おれさんが節約をし始めたきっかけですとか、あと投資を始めたきっかけとかもちょっと教えてほしいなと思いました。きっかけ、はい、これはですね、はい、私社会人3年、まあ、営業の仕事をしてて、まあ、それがすごい合ってなかったんですよ自分に。絶望的なぐらい、なるほど、絶望的なぐらい合ってなくて、はい、結局転職をしたんですけど、はいはいはい、その間に有給消化ってあるじゃないですか、はいはい、まあ、1ヶ月くらいあって、でその期間にこう何もしなかったんですよ本当に。朝起きて朝ごはん食べて、で寝て散歩してみたいな、ですごいそう退屈そうな暮らしがすごい心地よくて、あ、これが自分の望む生活だったんだっていうのに、なるほど、その当時気づいて、あ、じゃあ、お金をなんか生活費を下げても別に楽しく暮らせるし、結果的にお金が貯まればその暮らしを実現できるし、よし、じゃあ節約とかをやろうっていう、っていうところから始まったんですね、はい、割とそこからすぐ投資も始めたんですか。あ、でもそうですね、ある程度、そうですね、そうですね、同じくらいですね、タイミング的には。それこそ、まあ、年近いじゃないですか。近いです。なんか投資は怖くなかったですか。あ、でも、はい、勉強はしましたねやっぱり、本を読んで、まあ、これだっていう、っていうことで。最初はやっぱ小学からっていう感じですか。結構一気に。いや、結構一気にいきましたね。すごいですね、そこら辺はリスク取ってもうすごい辞めたかったんですよね会社を。会社というか、まあ、会社員が組織で働くことがつらかったので、そこの、まあ、欲求というか願望が強かったっていう、早く抜け出したいみたいな感じで。そこはその投資するときに、もちろん会社員辞めたいっていうその、まあ、願いみたいなあったと思うんですけど、逆算したりとかします。資産これぐらい貯めて。あ、しましたね、しましたしましたしましたけど、はいはいはい、結局貯まる前に辞めましたね。もう大丈夫かなっていう。あ、なるほど、ある程度貯まって、そうですね、まあ、そろっといいんじゃないかみたいな。そうですね、なるほどなるほど、まあ、だからそこまで大きい額は必要なくても大丈夫だと思います。ちょっと適当なことですけど、まあまあまあ、でも、はい、やっぱり資産額求めすぎちゃうと結局終わりがないと思うんで、まあ、ある程度自分なりのこう、ね、最低限の足並みを揃えたらもういいんじゃないのかなとは思いますね、ということですね。ありがとうございます。ではでは、続いての質問なんですけども、資産を貯めた具体的な方法を教えてくださいということで、いかがでしょうか。これはもう、はい、質素倹約と労働ですね。なるほど、もう何丸さんらしい、はい、申し訳ないくらいなんですけど、まず質素倹約に関しては、まあ、お金がなくても楽しく暮らせるようにっていう感じ、ですね。やっぱり節約も長く続けてなんぼだと思うんですよね。なるほどなるほど。で、結局節約そのものも楽しめちゃえば、もうそれこそ本当に ずっと続けられるんで、いかに
我慢じゃなくて楽しく節約ができるのかっていうことを考えて土台を整えていったっていうのが一つ、うん、なるほど、はい、うん、で続いて労働に関してはどうですか。労働もあんまり会社員をやりたくないみたいな、会社員やりたくなかったですけど、はい、私の場合はもともと副業でブログを始めたんで、うん、あ、なるほど、転職後って感じですか。そうですね、その転職有給期間で、うんうん、あ、もういいや、もう会社員は辞めたいな、辞めた方が幸せに暮らせるなっていうのが分かったんで、その上で転職先ではすごい残業とかはしずに、その分副業に時間を割ったんで、まあ、労働時間としてはもうものすごいことになってましたね。なるほど。そこはもう本業もやってブログもやってだから結構じゃあ働いたっていう。そうですね、稼ぎはしなかったですけどね。あ、そうなんですか。ブログとかは広告収入的なのはあんまりいいですか。あ、もうほとんど会社をその辞める時ですらほとんどなかったですね。あ、そうなんですね。やっぱり副業書くことが楽しかったんで、うん、それが結局娯楽の代わりになって、うん、それがまた節約にもなったという感じですね、うん、結果的にはってことですね。でも本当に今考えれば、うん、そのブログの影響力もあって、そのインスタグラムとか YouTube とか、ね、結構僕取材する方とかでもよく何よりさんの声は聞くんですよね。その見てますとかブログ見てますみたいな。そうそうそう、だから多分そういうのもあって多分積み重ねでね、そう今の何よりさんがいらっしゃるのかもしれないということで、はい、まず質素倹約とあとまあ労働ですかね、そこがやっぱ大事っていう、まあ、それしかないですよね。まあそうですね、結論ね、まあ、シンプルに言うとそこが大事ということで、はい、ありがとうございます。ではでは、続いてなんですけども、30歳で、まあ、資産4000万円貯める上で一番のキーポイントだったこと何だと思いますか。ズバリ一つ挙げるとしたら。あ、まあでも節約というかやっぱ少ないお金でいかに少ないお金で楽しく暮らせるかっていうのをやるかだと思います。結局お金を貯めようって思ったら、うんうんうん、支出を減らすか、うん、収入を上げるかしか多分基本的にはなくて、うん、そうですね、で収入を上げるのってすごい難しいと思うんですよ、うん、まあ、大変ですね。ってなった時に、うんうん、まずはやっぱり支出を下げて、うんうんうん、で支出が下がると労働のハードルもやっぱり下がります、うんうん、稼がなければいけないハードルが下がるし、ね、結果的にお金も貯まって、うんうん、でそこがうまく回り出すとやっと転職とか副業とかっていうのが考えられて収入が上がっていくと思うんですよね、うんうんうん、なるほどなるほど。なんでやっぱ節約仕事っていう順番なのかなとは思います、うん、なるほど。だからまあ稼ぐよりもまず節約でまず土台というか基盤を作って、うん、と僕は思います、ね、ということですね。はい、ありがとうございます。では、続いての質問なんですけども、軍資金作りになんか役立った、まあ、情報源だったりとか、まあ、どういう勉強してたのかみたいな、なんかいかがですか。あ、はい、まあ、でもリベ代はすごく勉強になりましたね、はい、それは結構前から見てるって感じですか。多分ちょうど始められた頃くらいから。おお、すごいっすね。ちょうど3年くらいですよね。なんでちょうど初期くらい、まあ、あとは本ですよね、やっぱり。はいはいはい、お金の本とかも読んでっていう感じ。そうですね、まあ、逆にそれ以外はやってないですね、うん、コンスタントにYouTube で音声から聞くのと、うん、必要な情報、まあ、投資ですとかはやっぱり本をざっと読んだり、うん、そのくらいですかね。ってことですね、もうそれこそじゃあ、うん、まあ、これから節約したい、貯金貯めたいっていう方は、うん、まあ、リベ大の両学長の YouTube チャンネルを、まあ、音声で聞くとか、うん、あとまあ本読むとか、あとまあ何よりさんの SNS 情報収集するとか、はい、が結構おすすめっていう。そうですね、はい、まあ、でもあと一つあるとしたら情報をいろんなところから取りすぎない方がいいのかなって思います。なるほど、まあ、これ、ね、たくさんありますもんね、はい、僕はやっぱり好きな肌感の合う方っていると思うんですよね、うん、発信者の方でも、はい、なんでそれをまあ何人 2,3 人とか決めて、うん、その人以外のものは聞かないくらいにした方が、うん、なるほど、こう、あ、結局みんな違うこと言うんで、うん、自分に合う人のものを聞いて一つずつ試すそうなことからやっていくっていうのがいいのかなとは思いますね、うん、情報も取捨選択して、はい、なんか合う合わないとかである程度絞るみたいな感じですね。ありがとうございます。ではでは、続いてなんですけども、節約効果のあった節約とかやってよかった節約っていう、まあ、質問があって、そのご回答で結構なんか、はい、お金で交換していることをなんか自分たちで内製化するみたいなことが書いてあって、これいわゆる自炊とかDIY とかっていう感じですか。あ、そうですね、これが僕の中での節約の根幹だと思ってて、なるほど、節約って生活に必要なものって基本的にお金と交換すると思うんですけど、うん、別にお金で交換するから手に入るわけであって、うん、交換せずに自分で作ることってできると思うんですよね、うん、で僕の場合はそれが一つ大きいのが料理だったけど、うん、他の人からしたら別に例えば服は自分でも作っていいし、うん、なんかゲームが好きならプログラミングを作ったりとかっていう、結局お金で交換して手に入れてたものを別に自分で作ればいいじゃんって話だと思ってて、なるほどなるほど、面白いですね。これがあれですよね、はい、我慢してないと思うんですよね、お金で交換したものを自分で作ってるんで、はいはいはい、それ自体も楽しいし、結局欲しいものを手に入れるためにお金もいらないしっていう循環がうまく回るんで、ね、だからもう自炊に関しても DIY とかと娯楽の作成とも書いてありますね。そうですね、これも、はい、まあ、僕の場合で言えばそれがブログだ
ったんですけど、なるほどなるほど、人によってはそれがやっぱ裁縫かもしれないし音楽かもしれないし、そっかそっか、なるほど。だから お金のかからない、まあ、趣味だったりとか、うん、まあ、方法もやっぱ試行錯誤して見つけていくっていう感じ。そうですね、うんうんうん、ということですね。ありがとうございます。では続いて、ご夫婦のでなんかその資産管理とか家計管理はどうしてるのかみたいな気になるんですけど、うん、まずご収入とか、 なんかその資産はもうガッチャンコしてるって感じですか？これはガッチャンコですね。お、なるほど、はい、これは夫婦で貯めるならガッチャンコがいいんじゃないのかなと。なるほど。これはあれですか、あの仮にその、あのご夫婦、まあ、旦那さんと奥さんで、うん、例えば収入差があったりとか、あの貯金額の差があってもやっぱガッチャンコした方がいいですか？ガッチャンコがいいと思いますけどね。結局夫婦でお金を貯めるって話だと思うんですけど、はいはい、2人がなぜお金を貯めるのかっていうところがないと無理だと思うんですよね。まあ確かにそうですね。それを結局お金を一緒にしとけば、うんうん、今お金がいくらあるから、うんうん、じゃあ何年後にはこういうことができそうだねとかって話、お金がやっぱ土台にあると思うんで。そうですね、話し合いもしやすいですよ ね、 そうですね、きっとね、今いくら使ってて、うん、いくらお金があってっていうその土台がないと何のどんな未来が描けるのかっていうのが分かんないんじゃないかなって思いますね。ということですね。で普段家計管理に関しては、うん、まあ、お二人ともつけてるっていう感じですか？あのスプレッドシートに使ったらピロピロピロっと、で自動でなんか計算されるみたいな感じですか？まあそんなかっこいいものではないですけど、まあでもそうですね、まあ、ざっくりとした金額も出てくるみたいな感じで、うんうんうん、で毎月二人で振り返るとも書いてありますが、あ、これはすごいいいですね、はい、おすすめです。はい、家計簿って、はい、振り返ることが一番のメリットだと思ってて、うんうん、そうですね。でも振り返るのがめんどくさいですよね、うん、普通は、うん、だから僕たちの場合は毎月第1土曜日にスタバに行くっていうふうにもう定例で決めてて、うんうん、毎月予定が入ってるんですよ。その時はお互い何も予定入れずにスタバに行って、うんうん、その2人でつけたスプレッドシートを見ながら、うん、あ、このお金の使い方は良かったねとかっていう話と、まあ、どんな未来にしたいかとかって話をしてますね。なるほど、もう家族会議みたいな。あ、そうですそうです。おお、すごいですね。これでも、はい、やっぱり家とかでやるとつまんなくて、はいはいはい、好きなカフェ、僕たちの場合ではスタバだったんですけど、うん、に行くとデートにもなるし、確かにこう気分もちょっと上がるしっていうので。なるほど。え、それこそ初期の頃このお金の打ち合わせというか話し合いで、うん、なんかちょっとこじれそうになったこととか喧嘩とかはどう最初の頃とか。それももともと結婚する前から話をしてたんで、はい、あ、そうなんですね。もう結婚してすぐ1ヶ月目から、まあ、こういう運用しようって話も結構前からしてたんで、うん、そうなんですね。まあ、ちょっとなんでそういう意味で言うと特別というか珍しいのかもしれないですね。なんかそれこそ何よりさんご自身が気をつけてることでいいですけど、まあ、仲良くって言ったらあれですけど、まあ、夫婦でまあ一緒にその資産を貯める上でその話し合いで気をつけてる部分だったりとか何かありますか？これは、はい、歩み寄りですかね。あ、なるほど。一方的にならず価値観が、これ結構発信しててよく言われるんですけど、はい、奥さんと価値観あっていいですねって言われることなんです。価値観ってすごくうちも全然違ってて、当然人間なんで違うのが当たり前で、はい、そうですね、いかに相手が大切にしているものに対して歩み寄れるか、うんうん、でですね、で自分が大切じゃないものはそこには口を出さないとかってこう、うん、バランスですよね。なるほどね。まあ、それでまあ夫婦仲良く話し合いも継続できるしっていうところがやっぱ一番根幹というか大事な部分っていう、うん、話し合い歩み寄りということですね。いやでも大事な部分ですからね。はい、ありがとうございます。ではでは、続いてちょっとね、何よりその過去の失敗について、まあ、ちょっとお伺いしたいなっていうのがあって、はい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 、まあ、昔、過去の失敗、まあ、はい、以前からまあコツコツとね節約とか貯金されてきたっていうことですけど、なんか浪費したこととか、うん、お金がたまらなかった時期みたいなのあったりとかしましたか、以前？これは、はい、まあでもその社会やっぱ一番仕事でストレスがあった時期、うんうんうん、その時はまあお金を貯めようと思ってなかったっていうのもありますけど、やっぱり仕事のストレス発散で、あ、なるほど、すごいお金は出ていってますよね。やっぱりその仕事のストレスはやっぱ浪費の原因になりやすいっていう感じですか？あ、もう人にもよるかもしれないけど、まあでも基本はそうなんじゃないのかなって思います。そうです。それこそ何よりさんがその働き方とか、うんうん、あのまあお勤めする会社選びとかでなんか気をつけたこととかありますか？うんうん、なるべく労働時間短くできるところとか、残業しなくていいところとか。はいはいはい、はい、まあ、もともと先ほど言いましたけど、営業がすごく自分に向いてなかったんで、まずその向いてないと思ってた要素は排除した転職先を選んだ。なるほどなるほど。でも結局よくよく内省してみると、そもそもこう就業時間が決めてたりとか、人の指示を聞かなきゃいけないからとか、そういうところがもう組織的なところが向いてなかったんで、だからこそ副業を始めてこう比率としてこう減らしていったって。結局労働時間が短くなると、それだけやっぱりストレスが減るんで、結果的に浪費が減ったっていう。へー、なるほど。そうなんですね。やっぱ怖くなかったですか、その会社員を例えばその労働時間減らすとか。これはですね、多分良かったのが、もう会社を辞めるって
ていう前提で働いていたことが良くて、私の場合は3年で辞めるって決めてたんで、もう3年でこの人間関係も終わると思ったら、なるほど、ちょっと気が楽になって、そうです、仕事を適当にするとかではなくて、終わりがあるっていうことが僕らの中ですごくメンタル的に良くて、だからこそ仕事をすごい日中に詰めて、周りが残業してても定時で帰って副業するっていう生活をこう続けましたね。まあ、同じ会社でずっといるってなったらやっぱ人間関係悩みますもんね。そう思います。なるほど、やっぱそういう気持ちというかモチベーションになるというか、そういえば大事っていうか、ね、大事だと思いますね、やめてもいいみたいな。はい、ありがとうございます。続いて、今でもだいぶねご夫婦で14万円いかないぐらいの生活費っていうことなんで、まあ、あんまり改善点とかもないのかなと思うんですけど、まあ、ご自身でなんか反省点とか、まあ、この辺改善したいみたいなのあったりとかしますか、今の生活費とかで。改善は正直ないですね、はい、なるほど。じゃあもう今のままコンスタントに積み上げていけたらっていう、そうですね。ただもちろん変わっていくんで、なんか僕一番ダメなのが多分執着することだと思うんですよ、はいはいはい、今例えば13万円で暮らしてるから、この先も13万円で暮らしていかなきゃいけないっていうことに執着すると苦しくなるんで、なるほど、必要なものが増えたならその時増やせばいいし、逆に必要じゃなくなるものっていうのもあるんで、そこをしっかり抑えながら合わせていくっていう、こうちょっと方向性だけ決めて柔軟にやるくらいがちょうどいいんじゃないのかなと思いますね。この額じゃなきゃいけないことはあまり良くなくて、それは苦しくなるのかなと思いますね。柔軟に変化できる方がいいみたいな感じで、そうですね、はい、ありがとうございます。続いてなんか今までいろんな節約試されたのかなと思って、なんか向かなかった節約とか、これ続かなかった節約みたいなのがなかったですか、何よりさんは。どうですかね、あんまりないですか、比較的基本的に私の場合はなくて、はい、勝手に思ってるのは、多くの人にとってそうじゃないのかなとも思いますね。やっぱり思い込みというか、これがなくなったらつまらないみたいな思い込みって多分たくさんあって、意外とやめてみたらむしろ快適になったっていうことってあると思うんですね。確かに確かに、それがすごく多かったって感じです。なんで特にそんなになかったですね、ということですね、はい。ちなみにそのなんか資産が大きくガクッと減ったみたいなのありましたか、なんか例えば引っ越し、あと海外旅行だったりとか。いや、これもないですね。あ、そうなんですね。もうコツコツと着実に右肩上がりですか。そうですね、やっぱり短期的にお金を使って手に入れれるものよりも、もっと大きな暮らし方っていうんですか、今私だと妻とこういう暮らしがしたいっていうのがやっぱりあって、そっちを叶える嬉しさの方がやっぱり大きいんで、あんまり目の前のことには惑わされないというか、あ、なるほど、使ってなくても楽しく暮らせるっていう、もうそこがベースが大事っていう感じ、と思いますね。単発で外部からよりも普段の暮らしからみたいなイメージですね。はい、ありがとうございます。続いて、資産形成をしていて辛かったことや大変だったお話とか、もしあればちょっとお聞かせいただけたら嬉しいなと思ったんですけど、いかがですか。これも、はい、なくて、結論を言えば、結論はやっぱなくて、はいはいはい、独身時代で言えば、まあ、僕の場合はもう会社をとにかく辞めたかったっていう、なるほど、そこもうそれが何よりも嬉しいことだったので、あ、なるほど、むしろお金を使わないことっていうのは嬉しいことみたいな、また夢に一歩近づけたというか、だからやっぱり目的がはっきりしてると行動がこう無理がないというか、我慢がないというか、目的を達成するための行動なんで、そこに別に苦痛はやっぱりなくなるのかなと思います、ね、ってことですね。なので節約するにしろ貯蓄するにしろ、やっぱ目標というかゴール定めた方が頑張りやすいみたいなと思いますね、ってことですね。ありがとうございます、っていう感じで、じゃあ続いて今後についての質問もちょっとしていこうかなと思うんですけど、今後の資産形成の目標とかってあったりとかしますか。今資産が、ね、4000万円くらいありますけど、今後は正直、はい、いくら貯めたいみたいな目的はもうほとんどないですね。なるほど、はいはいはい、というのも、まあ、お金は今となってはゆっくり貯めていけばいいかなって思っていますと。なるほど。ただ、誰しもにそれをお勧めするかっていうと、僕の場合は違って、やっぱりお金ってある程度まとまってると増えやすいっていう側面があるし、精神的な安心にも得られると思うんで、やっぱり短期間ではガッと貯める方が僕としてはやっぱりおすすめというか、いいと思います。で、ある程度貯まると余裕とかも生まれて、そんなに焦って貯めなくてもいいから、30年とかでゆっくり増やしていけばいいかなって思えるようになる時が来ると思うんですよね。なるほど、なるほど、ということですね、はい、でもしばらくはじゃあゆっくり、あ、そうですね、資産形成をもうそんなに気にしてないですね、はい、なんかね、それこそ大きい額が貯まったらもう使い切れないぐらいなりそうじゃないですか、わかんないけど、そう、例えば豪邸買うとか海外旅行、世界一周とかしない限り、なんかそこら辺は考えたりとかしないですか。例えば10年後、はいはいはい、こうしよう、こうしてちょっと資産もやっぱちょっとずつ減らしていくじゃないけど、はい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 、お金使っていかなきゃみたいな、なんかイメージとかはないですか。これは、はい、使う
つもりはなくて、うん、でそれでいいと思っていて、お金って僕の中では選択肢だと思うんですよ。そういうことですね、はい、だから使うお金って別に使うことだけが幸福を得られるものじゃなくて、うん、使わずに残しておくとやりたいこともできるし、うん、やりたくないこともやらなくていいっていう選択肢が得られるんで、うん、お金は使わなくても僕はいいと思っているって、僕というか僕たちの家庭としては思っている、うんうんね、もう選択肢があること自体がすごい幸せ で、まさにまさに、はい、やりたいことやれるし、やめたいこともやめられるしみたいな、うん、もうそれ自体が幸せってことですね。そうですそうです。へーってことですね。仮にじゃあ1億円貯まったとしてもあもう使わないですね、はい、そうなんで、それこそ1個気になったのはなんか例えば海外旅行とか、まあ、ご時世からちょっと落ち着いてきたらちょっとご夫婦で行きたいとかはあったりとかしますか？あでもまあ確かにそういう意味で言うとありますね。海外に住みたい、まあ、その永住はしないんですけど、はいはい、やっぱりちょっと長く住みたいっていうのもあったりして、まあ、ただそれも日本での家賃とかがなくなればそんなにこう生活費って変わるものでもないんで、まあ、特になんかこう資産を大きく減らす、うんまあ、減ってもいいんですけど、うん、特に意図的に減らす予定はないというか、ということですね。はい、ありがとうございます。では続いてちょっとお仕事とか副業についてなんか今考えてることとかあればちょっと教えてほしいなと思ったんですけど、いかがですか？今ですか？はい、まあ、これから、まあ、でも僕としては情報発信というか、まあ文章を書くというか、まあ、発信そのものがやっぱ楽しいんで、うん、それ自体は続けていきたいですね。なるほど。結構ファイアされても発信される方多いですよね。うん、楽しいですからね。まあ、確かに何俺さんもやっぱりいろんなお仕事ある中でやっぱ発信活動は、まあ、やめられないってわけじゃないけどやっぱしていきたいっていう感じなんですね。そのファイアされた後もいろいろとやってみましたけど、やっぱり、まあ、もちろん人それぞれだと思いますけど、やりたくないことはもうやらないっていう方針でいるんで、もちろん情報発信の中でも、もうやらない、やりたくないことはやらないという、なるほど、情報発信の中でも楽しいことだけやると結果的にそれが娯楽にもなって、お金もいらないのに楽しく暮らせてるっていう状態になるという、いうことですね。でも今後継続して、まあ、発信活動だったりとか、まあ、他にももしかに楽しいお仕事とかあればやっていこうかなっていう、そうですそうです、ここも変わっていくものだと思います。確かに確かに、はい、そうですね。ありがとうございます。では僕から最後の質問なんですけども、はい、もし何おりさん の、 その過去のご自分に 何でもいいのでアドバイスを送るとしたら何とお伝えしたいのかっていうのはいかがでしょう？アドバイスですか？そうですね、はい、一つだけアドバイスするとしたら何てお伝えしたいのか、まあ、一つでも二つでもいいですけど、でも、はい、アドバイスではないですけど、はいはい、やっぱり短期間でお金を貯めたっていうのが良かったです。 あとすごい、はいはい、これ結構皆さんネガティブに捉えられるんですけど、うん、貧乏経験っていうんですかね、すごくお金を使わない暮らしってすごくネガティブなイメージがあると思うんですけど、うんうん、僕は経験した方が絶対いいと思ってて、はい、それを実際私は独身時代の時にやってるんで、自ら結局すごく少ないお金で暮らしたことってある経験が今後すごく心の支えになるというか、間違いないですね。あの生活まで行ってもあれだけ普通の暮らしができるんだっていう安心感がすごく心の支えになるんで、なるほどなるほど、貧乏経験と、まあ、それに基づいてお金がやっぱ短期で貯まるんで、そこはやってよかったなって感じですね、アドバイスよりは、うん、なんで、まあ、今現時点でそのちょっと貧乏を負い目に感じてる方も、まあ、そこまで悲観することはないっていう、すごくいい経験というか、うん、絶対に損をしない経験だと思います、うん、むしろ豊かな体験だと思います。確かにね、そこでお金かからなくても生活できる知恵とか工夫が生まれますもんね。はい、僕も貧乏経験したんで、もうすごい共感っていう、はい、ありがとうございますっていう感じで、僕からのインタビューは以上になるんですけども、はいはい、なんか最後動画のまとめとして何か視聴者さんに何よりさんからお伝えしたいメッセージとかあったりとかはしますか？少ないお金で暮らすことをやっぱりまだ我慢というかネガティブに捉えられる側面が多いと思っていて、でもちろんそれは一つの事実なんですけど、結局多分解釈の仕方だと思っていて、お金がないから即不幸ってことはなくて、お金がないならじゃあどうやったらより楽しく暮らせるのかっていう、そういう解釈をするからこそお金がなくても楽しく暮らせると思うんで、お金がないという事実は事実けど、その上でどうしていくかっていうことが大切だと思うんで、そこは考えてみると突破口が見えるかもしれないなと思います。ということですね、はい、ありがとうございますという感じで、普段の節約に対する、まあ、考え方とか、まあ、情報とかね、何よりさん発信されてると思いますので、ぜひ Twitter、Instagram、YouTube ですかね、はい、はい、概要欄にリンク貼ってありますので、ぜひ気になる方はチェックしてほしいなと思います。お願いします。ということで、はい、本日は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。